おはようございます。ちょっと待ってください。ガラスペン。おはようございます。ちょっと突然始めてみましたが、今日もガラスペンカリグラフィーを少しやろうかなと思います。よいしょ。 OK。おはようございます。土曜日、皆さん元気ですか？とこの間ガラスペンカリグラフィーのインスタライブをして、すごい皆さんからいろんなコメントもらって嬉しかったので、またやりますまたやりますと言いますか、それから一昨日かなに上げた動画で、ちょっとストロークの練習というか、ガラスペンがいかに滑らかに描けるかっていう動画を上げたんですが、そこでやった動き、線の動きとかをちょっとやろうかなと思ってますので、突然始めたんですが、もしガラスペンあれば一緒にやってみてください。でガラスペンって太さが筆圧で変わったりするわけではないので、機能的にはもう鉛筆とかボールペンとかと同じような線なんですよね。なんでガラスペンがもしなくても、ボールペンとか鉛筆とかで一緒にやってみてもらえればいいかなと思いますよ。思います。ちょっと待って、ちょっとどうしようか。それを始める前に何か文字書こうかな。もし何か、今日も突然始めたんですけど、ガラスペンとかカリグラフィーに関して質問があればしてください。まあ、私の朝のウォーミングアップがてら、今使ってんのは、この間も紹介しましたが、アウンさんのガラスペン好きと、今日はインクを広重中紫という浮世絵インクっていう、これこういう浮世絵の色をモチーフにされたインクっていうのが、浮世絵インクで調べると出てくるんですけど、あります。でこれ結構数があって、これ今日これ中紫っていうのを今使おうかなと思ってんのと、あとこれは葛飾北斎濃い藍色、それからこれは、歌麿の何色だろう、これは色の名前はちょっと忘れちゃったんですけど、黒に近い色です。それからこれは北斎のもう少し水色っぽい青、これは紅土というようにですね、私が持ってるのはこれだけなんですけど、もっといっぱい、あります。私は結構なんかよくわかんないんですけど、浮世絵になんかすごい惹かれる傾向があって、あんま別に詳しいわけじゃないんですけどなんか好きなんですよね。これもジャケット買いですね。ほぼ文具女子博かなに行った時に先行販売、昔ですけどね、されてて、見た目で可愛くて買いました。なんか中学校の時とかも浮世絵のファイル、クリアファイルとかカレンダーとか、中学校だったかな、学生の時よく使ってたのに、なんか浮世絵に惹かれるんですよね。でもすごい詳しいわけではなくて見た目が好きっていう。じゃあちょっ
どうしようかな、グッドモーニング、ちょっとファウンデーショナル体でグッドモーニングって書いてみようかな。ファウンデーショナル体っていうのは今度ワークショップでやる招待、まあファウンデーショナル体そのものっていうよりもちょっとガラスペン用にアレンジしたりとかしてるんですけれども、あるかな、よよよ、これこれ、この今度やるワークショップの告知に書いてあるこの丸い文字で今書いてみようかなと思います。グッドモーニングって書こうか。でまだ来週の席も空いていますので14日ですね、詳細と申し込みプロフィールリンクからストップ。全部小文字でいこうか。グッドモーニング、今ガイド線を敷いていないのでフリーハンドで描いたのでちょっとずれてるかもしれません。こんな感じ、ファウンデーションなので、おはようございます、突然始めました自然光ではあるんだけどちょっと暗いかな、手を入れると紫っぽい色なんですけど少し濃いめの紫ですね。でインクの濃淡もどれぐらいつけるかによってやっぱ変わってくるので、もう少しインクの量を落とせばもっと薄い紫色になると思います。じゃあそう今日やろうと思ってたくるくるをちょっとやってみようかなと。でさっきも言ったようにガラスペンある人は一緒にやってみるといいかも。なくてもボールペンとか鉛筆とかで一緒にやってみてもいいです。インクをつけるでこの溝によく行き渡るようにちょっと逆さにしたりとか、あとはもうインクの瓶の中に結構深く入れてこの溝にしっかり入るようにしてください。でつけすぎたなっていう場合はハローつけすぎた場合はこう、ティッシュとか布とかで一回落とす。と最初にボチャンっていうことがあんまりないかなと思います。
をしいやあちょっとしくシュクさん、こんにちは。かわいい書体ですね。ありがとうございます。こんにちは。ファウンデーショナルタイという、書体をちょっとガラスペン用に少しアレンジした形になります。コロコロしてかわいいですよね。じゃあなんかこのファウンデーショナルタイに限らず、このガラスペンがどれだけ滑らかに書けるかっていうのと、あとあまり普段手を動かしてない方にとっては、ちょっと最初こういうくるくるした動きを一緒にやると手がリラックスして描けるかなと思うので、そういうのをやっていきます。この間ちょうど動画で載せたやあの動きですね。どうしよう、まず8の字でやってみようか。8の字こんな感じで、8の字でぐる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 。音聞こえますか？書いてる音。ガラスが、ガラスペン特有のなんかこうサリサリっていうかスーサーみたいな、サーサーサー、ガラスなんか心地よい音なんですよ。嫌な音ではなくて、あ、聞こえますか？すかに聞こえます。そうそうそう、これが本当にガラスペン特有の音と書き心地を表してるかな。本当に滑らかなんです。でこうやってインクが切れちゃったら、まあ、つけてもいいですし、このペンを少し回転させると違う溝、さっき使ってなかった溝からインクが出てくるので、またインクが復活するといいかと言いますか。お、かすかに聞こえますかね。で今やったのは結構どれぐらいかな、人差し指ぐらいの大きさで描いてるので、この手の、この小指の下をこうつけたままだと描きにくいと思うんですよね。こうやってちっちゃいのしか描けないので、ここをつけないでもう腕全体を動かすような気持ちで、で本当に手の力を抜く、持ち方はペンと一緒で、普段のペンと、まあ、ほぼ一緒で、親指人差し指中指の3点で支えて、軽く持つ。でゆっくりでもいいです。で反対側、今はこう書いてたのを、どう書いてたっけ、こうか、こう書いてたのをこっち側で書いてみたいとかね。結構いい音じゃないですか。で、早く書いてもいいんですけども、ゆっくりも書いてみよう。書いてみましょう。結構ゆっくり安定した線を描くっていうのは意外と難しいんですよね。
本当にペンを紙の上でスケートさせてる感じ、滑らかに滑らせる。八の字ができたら今度はじゃあこれ、ちょっとずつちょっとずつ横にずらして、こうバネのようにような形を描いていく。おシックさん、描く前の準備体操をやったことなかったです。ガラスペン初心者でまだゴワゴワ使ってますなるほどなるほど、そうですね、描く前の準備体操にこういうのやるといいと思います。腕がやっぱりこわばってるよりもリラックスしてる方がいいのでやってみてください。こわごわ使ってそう、ガラスなんでね、あ大丈夫かなみたいな気分になりますよね、ちょっと壊さないかなみたいな。なんでまあ手入れというか書くまで、まあ書いてる時もですよね、気をつけて触るんですけど、本当に書く時は力を抜いて、ちょっと怖いかもしれませんが少し力を抜いて書くといいです。多分慣れてくるとそんなにゴワゴワって感じでもないと思いますよ。で、あ、そう、今やった動きはこれですね。これもここの小指の下をあまりつけずに滑らす感じで描く。で、早くも描くし、ちょっと遅めにも描いてみる。この遅めっていうのは結構難しい。で、これができたら逆もやってみましょう。あ、逆っていうのは逆回りですね。なんかこれ何も考えないので結構瞑想状態、メディテーションの方ですね、瞑想状態になっていいですよ。なんかクリアになります、心が。で、じゃあ次ちょっと色変えようかなと思うんですけど、色を変えたい時はガラスペンはお水の中でちょっと洗ってティッシュで拭くと綺麗になります。で、今使ってるのは確か染料インクなので、粒子がこの溝にたまりにくい、比較的水でこう今のようにこういう入れ物の中で水で洗えばもう落ちちゃうものなんでいいんですが、顔料インクっていうもう少し粒子が大きいタイプかなを使うと溝にインクが溜まっちゃう、または顔料インクを使ってちょっと置いといちゃったりすると乾いて取れなくなるので、そういう時は顔料インクの時はこまめに洗ったり乾かないようにしたり、あとはこの溝に入ってちゃった場合は、入って取れない場合は歯ブラシで優しく流水で流してやるっていうのはいいです。虫になりそう、そう虫になります、虫になります。それもねカリグラフィーのいいところですよね。で、ちなみに今日使ってる紙は、このグラフィーローという紙を使ってみています。すごくいい紙ですね。ちょっと厚みもあります。かなり
コピー用紙とは全然違う厚みがあります。こう折ろうとしたら弾力があるような感じですね。まあ、ちょっとお値段はするんですけども、あのやっぱりインクがにじまない紙っていうのをしっかり選んだ方がいいと思うので、これを使ってみました。でもう一個、次じゃあ違うの使ってみようかなって思うんですけど、このライフノーブルレポートプレーン100シートっていうのを使ってみます。ちょっとあのクリーム色、あ、2枚取れちゃった。これも書きやすい。さっきのグラフィー色に比べると少しクリーム色にはなるんですけれども、よいしょ。なんかもし皆さんもこの紙が好きっていうのあれば、今コメントしてもらったり、このインスタライブの録画に残しといてもらえれば嬉しいです。わかんないかな、暗くて。まあ、じゃあちょっとこれでやりましょうか。で今八の字とくるぐるをやったので、次はじゃあ今度はまっすぐな線を描いてみよう。何色にしよう。じゃあちょっとこの北斎紅土っていう少し茶色いの使います。少し赤い茶色、まっすぐ、今度は少し斜めでも直角でもどっちでもいいんですが、斜めに描いてみましょうか。だいたい同じ高さ、同じ幅で横にずれていく感じ。今度はここ、小指の下をつけておいても良いです。つけないで大きく書いてももちろんどっちでもいいです。あとはちょっとまっすぐに書いてみるとかね。あのミシンみたいな感じで。好きな紙は淡いクリーム金マリっていうのがあるんですか。ほう、ちょっとメモしておきます、後で見ます。この色もいいですよね。ちょっとインスタ画面で、あ、なんとなく伝わってました。同じ、ほぼ同じような色かな。このインクもいい色ですよね。北斎紅土。まっすぐ描く意外とやらないので、少し難しいですが、
ペンコントロール、さっきの、輪っかとかに比べたらやりやすいかもしれないです。あともっとちっちゃく書いてみてもいいです。こういうふうに、よいしょ、でまっすぐっていう練習もいいですし、あ、祝さん、ギザギザも丸のぐるぐるも一定の幅にならず難しいです。そうなんですよ、最初はこの幅を揃えるっていう動きもなかなか普段やらないので難しいんですよね。難しいですけど、練習すればあのペンのコントロールができるようになってくるので、手の筋肉が覚えてくれるっていうのと、あとこういう線を描きたいっていう頭の中で思った指令がちゃんと手に行くといいますか、やっぱり結構毎日じゃなくてもいいですが、このストロークの練習をやらなくても、ペンにいつも触れるとやっぱり筋肉は覚えていきますよね。でちょっとくるくるに戻って、今度は真横でくるくるやっていきましょうか。真横は バネを縦にした感じ。これも本当にペンは軽く持つ。で、今度はここを滑らせますね。逆もやってみる。多分やりやすい方向っていうのがあると思いますね。これができたらちょっと今度は重ねてみるとかね、一定間隔重ねてみる。まっすぐから練習してみます。はいはいはい、持ち方、手首も意識してみます。いいですね、いいですね。そう、意外と持ち方でかなり変わったりとかすると思うので、まずはこの3点を意識してやってみる。この一般的と言われているこの3点で持つ持ち方ですよね。で軽く持つ、で手首もリラックスさせて緩やかに。でも持ち方絶対これがいいっていうのは決まってないので、いろいろやってみて自分でやりやすい、書きやすいっていうのがもちろんのこと、あといい線が出せる、生き生きとした線が出せるなって思うような持ち方で、自分オリジナルでもいいのでやってみてください。これ瞑想状態になっていいですよね。例えばこういう同じストロークでも、ちょっと
最初は大きく書いて、どんどん、竜巻のように竜巻のように大きさを変えるとかね。あとは、あと左もか。こんな感じで。ここも空いてるからもうちょっとやろうかな。すっごい広く描いてみるとかね。すごい細かく描いてみるとか。いい線。おお、なるほど。うんうん。そうですね。描きやすいっていうのはもちろん、あ、いい線だなみたいな、いい線が描けるなみたいな持ち方ですね。じゃあ、あとちょっとやろうかな。なんかし、シクさんは好きなインクとかありますか？インクの色とか、まあ、メーカーとかですかね。よし。じゃあ今度はどうしようかな。この間もまあ使ったんですけど、顔料かきもりのこのインク使ってみましょうかね。インクスタンド。あ、緑色が好きです。わあ、私緑色持ってないな今緑色も今というか緑色持ってないですね。そっか、緑色いいですよね。なんか青、うん、まあまあどの色もそうなんですけど、本当にちょっとしたニュアンスの違いで雰囲気が変わるというか。緑は持ってないな。万年必要じゃないです、ないかなと思うんですけど、これなら持ってた。ドクターマーチン、ドクターマーチンっていう、もうこれ日本には卸されてないとかって言わさないです。こういうスポイドタイプになっているインク、結構絵とかによく使われるようなインクなんで、多分万年筆には使えないのかなとは思うんですけれども、ガラスペンだったらすぐ洗えるのでね、使えると思います。こういう緑なら持ってるな。これ結構可愛いんですよ。ちっちゃいサイズだし、あれあれみたいな、なんか科学実験みたいで可愛いのでジャケット買いをしました。これも、5色6色ぐらいですけど持ってます。もっと本当はいっぱいあるんですよね。けど日本になんかあんまり多分入んなくなって、多分在庫ある分だけになっちゃったかな。世界堂とかにももうないかもしれないかな。薬品っぽいですよね。そうそうそう、薬品っぽくて可愛いです。何色か、なんかインクってその色そのものももちろん惹かれるポイントではあるんですが、やっぱりパッケージに結構私は惹かれますね。可
可愛かったりちょっと変わったもの、こんな感じ。可愛いですよね。じゃあちょっと使ってみるかみたい。でも濃いかもしれない。なんかこういうのに移し替えるといいと思います。化学実験みたいな。まあ、ちょっとしか使わないのでこんぐらいにして、パケ買いしちゃいますよね。そう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 、増えてしまう。うんうん。でもそれも一つの楽しみですよね。たくさん揃えて眺める使わないけど、なんか使うのももったいなかったりしますもんね。まあまた買えばいいとは思うんですけど、なんかもったいなくて使えないみたいな瓶かわいいですよね。そうそうそう、これそうだから日本に入らなくなっちゃったの本当に悲しい。すごいかわいいのに。緑を、グラスグリーンという芝生の色っぽいんですが、どうかな。実際見るとこういうこんな、これぐらいですかね。こうやったらちょっと暗いけど、綺麗ですよね。そう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 。おお、なんか祝さんのコメントで緑使ってみてよかったです緑持ってないなと思ったけど、あったと思って、ありがとうございます。なんか緑の良さに目覚めました。確かに鮮やかでいいですね、緑って。そう、爽やかグリーン、綺麗。ガラスペンのペン先が丸っこい、あーありますね、こういうシュッとしたタイプじゃなくてちょっと可愛い感じですね。そうなんですよ、あんまりこう危なそうだなって思うものには入れないで、こう分けて、まあ口が広いというか口が広いものに入れて、やった方がいいです。いえいえ、こちらもさんありがとうございます。でこの間も言いましたけど、そうそうそう、これの紹介もしておこう。これは、なんだっけ、ディンキーディップス。これはこの間質問されて、マレーシアで買ったんですよねとか言って、マレーシアまで行かなきゃいけないのかっていうわけではなくて、ディンキーディップスという商品名だったので、こういうあのちょっと木の、あ、木じゃないか。これ自体がディンキーリップスっていうのかなっていうもので、こういう木の枠に入ってていくつか入ってるっていうタイプのものもあるので、こういうのに入れたり、ディンキーリップスっていうのはディンキーリップスで調べると結構こういうおしゃれなものも出てきますし、あとは、絵の具を入れるようなものとしてこう単体でも売ってるので、ペーパーツリーさんのオンラインショップにも1個ずつのはありました。束に、束っていうかこういう4個とかになってるのももしかしたらあるかもしれません、私が見えてないだけで。で結構ちょっと調べたら1個ずつのはありました。結構蓋とかも金属っぽい、メタルっぽいので可愛くなってるやつとかもありました。それから世界堂には絵の具を入れるものとして似たようなものが1個ずつで売っています。 あとはあのクリームとか旅行用に
ちょっとだけクリーム入れるこういう蓋付きのとかがあるので、こういうのでももちろんいいです。じゃあちょっとストロークの続きやろうかな。綺麗な色でしたね。あと動画でやってたのはどれだっけ。こうか。片方だけこう風船みたいに膨らまして角にして降りてくる。これも重ねてみたり、どんどん小さくしてみたり、なんかクリスマスツリーいいですね、この緑で描くと、はあ、綺麗綺麗、良き可愛いですよね。うんうん、タミヤの、そうそうそう、タミヤのあの瓶、ちっちゃい瓶、こんぐらいの瓶ですよね。それも可愛くていいと思います。タミヤの瓶は私は持ってないんですけど、確かこれぐらいだったかなっていう感じです。あ、これもあの使いにくい、あの筆を入れにくかったら、ペンを入れにくかったら、ちょっと大きいこういうのに入れてみるとかね、すると使いやすいです。釣りっぽいですよね、逆ちっちゃめから大きくすればいいのか。こうやったら釣りっぽくなりますね。あとは、さっき八の字やりましたが、八の字をやりながら下に降りていく。逆回りも。ゆっくりゆっくりも書いてみる。お店の支出でこの模様書いてたらかっこいいかも。確かに確かにいいですね。なんか店員さんを目の前にして、あ、なんかこの人すごいみたいな印象を残して帰るみたいなのもいいですね。ちょっと試し書きさせてもらっていいですかって言って、普通なら多分 IU とか ABC とか書くと思うんですけど、いきなりすごい滑らかに書き出すみたいな。結構この、まあ、手の、ね、運動って感じでは書いてるんですけども、この模様だけでもなんか、アートになると言いますか、もう少しちっちゃくして例えば枠をこう彩ってみるとかするといいですよね。ガラスペンまだ持ってないけど素敵、うん、いかがですか、千代さん、千代2001さん、ガラスペンお一ついかがでしょうか。私は売ってないですけど、ぜひぜひ。結構この間も言ったかもしれないですけど、オンラインでも買えますし、今あのどこだっけな、蔦屋代官山っ
とか新宿の東急ハンズとかでガラスペンフェアをやってるらしいです。私は行ってないんですけど、あとは柿森さんとかでも買えますし、あと長沢文具センターの、大阪の梅田の方でもガラスペンマルシェだったかなのフェアみたいなのやってるそうですよ。そういうフェアがやってると一番書きやす、あの買いやすいですよね。あのいろんな作家さんのガラスペンがこう一堂に集まっているのでいろいろ見て楽しいですし、あの買いやすいです。あとはネットとかでも長沢文具センターさんのネットオンラインでもいろいろ見れたので買えると思います。それからまあ、あのガラスペンで調べて、あとルミダートとかエルバンとかそういう海外のメーカーのものも比較的安めで買えるので、あのファーストステップとしてはいいかもしれないです。ただちょっとあんまり安すぎるものだと書き心地がちょっと劣ってくるので、そこはちょっと自分と相談してって感じですかね。ファーストステップとして少し安めのものを買ってみてどんなもんか試してみる、それからちょっと陰心地がいいというか、もう少し値段が高いもの、質がいいものを買ってみるっていうのもありだと思います。線が綺麗、ありがとうございます。でこの8の字もちょっと大きさを変えたりするとすごく良いです。こんな感じでね。さあ参考にします。あ、本当ですか。道具ハマります。うんうん、あ、本当ですか、嬉しい。もし購入して届いたらぜひワークショップ参加してみてください。私の8月にガラスペンワークショップっていうのをやるので、オンラインなんですけどやるので、ちょっとリンクから行ってみてください。そう、初心者さんでも楽しめるような、一番最初に書いてこのグッドモーニングって書いた、この書体をガラスペンでやってみるっていうワークショップを14日と18日と22日にやるので、ぜひぜひ。ストロークとしてはこんな感じかな。あとはもっといっぱいあると思うんですが、これだけでも十分かなり手のリラックスというか運動にはなりますよね。で本当はこれ私カッパープレート体という、書体、金属ペンでやる方のもののフローリッシュっていうくるくるさせるカリグラフィーの動きがあるんですが、それのこういう感じですね、H とかね、これの練習として、テキストとかに載せてるものなんですけれども、フロリッシュやらなくてもやっぱり手を普段あんま動かしてないなっていう場合にはこれをやるとすごくリラックスしていいと思います。やっぱフロリッシュ楽しいですね。これで H とかね、H から始まる、はこのくるくるがフロリッシュと言います。いや緑綺麗ですね。
紙との相性もすごく良いかも。ちょっと楽しいのでフロリッシュをやって終わろうかな。なんて書こうかな。フロリッシュを書くには、あの頭が出てるたり足が出てたりする小文字の方が書きやすいんですよね。 H とか P とか G とか Y とか。なんか書いて欲しい単語とかありますか？書いて欲しい単語いきなり言われてもって感じ。なんか空が青いのでブルースカイ、あ、でもちょっと待って、緑色ですよね。グラスグリーンって書こうかな。グーグー、グラスのラは R ですね。グリーン、あるか。グラスグリーン、楽しいのでこの紙にいろいろくるくるが埋まったら終わろうと思います。ブルースカイ、せっかくなんで青色でも描いてみようか。という時にこうすぐに、あのちょっと色が濁っちゃってますが、流水洗面所まで行かずとも、ね、水で洗って綺麗になるのがガラスペンのいいところですよね。ちょっと一回水を変えていきますわ。ちょっと待ってください。美しい、素敵ですね。ありがとうございます。ノルウェーブルーっていうのを使ってみましょうか。これです、ノルウェーブルー。もうほとんどもうないな。
すごい出ちゃった。あんまり色がわかんないです。スカイ。ちょっとこれは太すぎ、インクの出すぎなので、もう少しティッシュで余分なのを取ったらよかったですね。あとはピンク、ワイルドローズ。ちなみにこれブルースカイって書いちゃったんですけど、これノルウェーブルーっていう色です。なんか今日空が青かったのでそう書いちゃいました。これは、ワイルドローズ。ワイルドローズってどう書こうかな。いい感じ。 L の小文字から広がったのにびっくりしました。美しい。そうなんですよ、こう文字のこういう上の部分にこう出てるところはアセンダーって言うんですけども、逆に下に行ってるこの G のこの下の部分はディセンダーって言うんですけど、これアセンダーの時は途中まで書いといて、そこから逆方向に行くっていうことが結構多いです。フローリッシュを書く時はここからそのままこう、まあ、書ける場合はそれでもいいんですけども、そうじゃなくて途中から書くっていうことの方が多いですよね。ワイルドローズ。お、美しい音も好きです。あ、分かっていただけますか。このガラスペンの音いいですよね。
ちょっとこっちの方が濃くなっちゃいました。ローズ、あとなんか1個ぐらい。スカーレットという色を使ってみます。インクは沈殿してる場合があるので、結構使う前に振った方がいいですよ。これはスカーレット。なんかちょっと変、最後変になっちゃいました。こうだったらよかった。まあでもこういうのもありか。こんな感じでした。ずるかな。今全部先ほどお見せしたドクターマーチンのこのシリーズで書いてみましたが、いかがでしょうか。で、くるくるオフローリッシュと言いますが、くるくるもつけて書いてみました。楽しいですよね。こういうのもこのくるくるとかを書く、動きっていうのも最初にやったくるくるのウォーミングアップっていうのはかなり生きてくるので、やってみるといいですね。じゃあ今日はこれで終わろうかな。で、今日もガラスペンやりましたが、あの8月にオンラインワークショップ、もう来週ですね、1回目来週あるんですけれども、オンラインワークショップ、ガラスペンでカリグラフィーを楽しむオンラインワークショップというのをやります。じゃん、これですね。14日は13時から2時間、
18日は朝ですね、10時から12時までで、22日も朝10時から12時まで、途中休憩15分ありの、ワークショップ、オンラインで Zoom で開催します。で、5名の少人数でのワークショップですので、お気軽に質問してもらったり、あとは参加者さんの文字を実際に見て、それぞれに合ったアドバイスをさせていただこうと思っているので、楽しいワークショップになるかなと思います。で、やる内容としては、ここに今出てる青い文字、丸い青い文字ですよね、この文字を一緒にやります。で、ライブでも少しガラスペンの使い方っていうのはお伝えしてるんですけども、そういったところから、基礎の基礎の基礎みたいなところから一緒にやって、この文字でちょっと文章を少し書けるようになるぐらいまで2時間でやってみようかなと思っています。なんで本当に経験者の方ももちろん OK ですし、あと初心者は本当にガラスペン、このワークショップのために買いましたとか、もう昨日買いましたぐらいの方でも本当に初歩の初歩からやるので全然大丈夫です。問題なく受けていただけます。本当に、この間も言ったんですけども、知識とか情報っていうのもお伝えしますし、その書いてる時間自体がすごく楽しかった、勉強って感じじゃなくてすごい楽しいみたいな感じのワークショップにしようと思ってるので、ぜひ、募集してますので参加してください。お申し込みはプロフィールのリンク、あと詳細もプロフィールのリンクから行けるようになってます。お一人4500円です。で、14日の方もお席あと、ほんとわずか2人かなだったと思うので、ぜひぜひ参加してください。で、あと22の方はまだ空いてるので、ぜひ、お申し込み、一緒にガラスペン楽しみましょう。お、千代さん見入ってしまいました。ありがとうございました。いや、こちらこそ見入っていただいてありがとうございました。もしよければ、ガラスペンね、買ってみてください。買って楽しんでみてください。はい、そしたら今日は突然のライブでしたが、見ていただいてありがとうございました。今日は終わろうかなと思います。またやろうかなと思ってるので、突然かもしれませんが。じゃあ、参加していただいて、見ていただいてありがとうございました。では今日もいい一日をお過ごしください。 See you